クエーネオサウルスもしくは旧ネオサウルスは、ルクセンブルクのスマージル総群と、イングランド南西部のパナース総群のノール海の地層から発見された、山上気候期に生息していた、クアニア層での絶滅波虫類。PL ロビンソンによって1962年に、古生物学者バルタ KHN への県名として命名され、唯一の種は、模式種であるクエーニサウルスレイタスである。 全長はおよそ72センチメートルで、体幹から最大14.3センチメートルも飛び出したアバラ骨が膜によってつながった翼を持ち、木から飛び出した際に落下速度を低減させていた。滑空性爬虫類の一科であるクエーネオサウルス科に属し、その都は他に原生のトカゲ類や昔、トカゲを含むウロコ流系類に含まれる。 航空力学的研究によれば、より長い翼を持った近縁のクエーネオシクスとは異なり、クエーネオサウルスはおそらく滑空性ではなく、その長いあわら骨は木から降りるためのパラシュートとして用いられていたと考えられている。2008年のスタインエトールによる研究では、そのパラシュートによる降下速度は10秒遅く12メートルであったとされている。近く制御は、 原生のトビトカゲと同様に舌骨にある肉水状の皮膜により行われていた。ありがとうございます。